リボンチャンネル。花の命は短いから、若いうちに目いっぱい可愛くして、一生お姫様みたいに幸せにしてくれるハイスペ男子に選んでもらうの。七海愛佳、高2。そのための努力は惜しまない。サッカー部の永田くん、顔はかっこいいけど成績は悪いんだよね。かわいい。将来性50。かわいい。馬場先輩、成績はいいけど女癖が悪い。将来性78。将来性97って、ああ、シュウくんか。最近彼女できたらしいじゃん。放課後すぐ帰っちゃうよね。高瀬シュウ、成績優秀、容姿端麗。おまけに実家もお医者さんの家系らしい。スペック的にはもうほぼ王子様。こんな人のお嫁さんになったら一生幸せだよ。同じクラスになってずっと狙ってたのに。わざわざ彼女持ちを狙わなくても出会いなんてたくさんあるし。おお、さすがハイスペを狙う女は違う。ツヤツヤの黒髪、スベスベの肌、主張しない清楚な着こなし。愛されるために努力してるもん。どっちが男受けいいかな。じー、ひゃっ、わ、ごめんね。大丈夫だよ。かわいい。髪ぐちゃぐちゃになっちゃったね。はい。わー、女の子はいつもお姫様みたいに可愛くしてなきゃね。七宮さん、シュウニーニー。あ、シュウくん、え、妹さん。ううん、メイ。メイ。兄夫婦が今週二人揃って仕事休めなくて預かってるんだよ。シュウニーニーいつもお迎えしてくれるの。放課後って彼女に会ってるんじゃ。え、いないよ。はあ、このチャンス逃せない。お近づきになりたい。私暇で。よかったら私にベビーシッター手伝わせてもらえませんか。そんな悪いよ。お姉ちゃんうちに来てくれるの。いいぞいいぞ。今も迷子になってたし大変なんじゃないかな。いいのかな。すごい助かる。ありがとう。やばいやばいやばい、ハイスペ彼氏をゲットできちゃうかも。七宮さん。あいかねーね。うわ、私服姿もかっこいい。楓ちゃんもかわいい。イケメンと幼女って存在が映えている。夕食の材料買ってっていい？はい。きっとおしゃれなスーパーで買うんだ。夏の大増刊号リボンスペシャルバニラ大好評発売中ポス。最後まで動画を見てくれてありがとうポス。チャンネル登録よろしくポス。グッドボタンやコメントも待ってるポス。これは毎日見るしかないポス。次の動画も見てね。